展望筒じ園展望筒じ園により、釜郡市街と三河湾を望む東、三河ふるさと公園は、愛知県豊川市にある県営の都市公園である。豊川市の御余町、国府町、三戸町、今野、三戸町と沢にまたがる形で公園が広がっており、遊歩道が整備されている。国府駅前にある園内案内図あたり公園は2006年3月25日に、 愛知県では11番目の県立公園として開園した。東三河の歴史、自然、文化を紹介するというコンセプトでいくつかのゾーンから構成されている。東公園は地域住民の憩いの場にもなっており、公園内をのんびりと散歩する人や、弁当などを食べる家族連れ、遊具で遊ぶ子供たちなどが多く見受けられる。また、豊川市内の学校の遠足のコースになっている。 園内各所には園内マップが設置されているが、これは名鉄名古屋本線、豊川線の国府駅の前にも設置されている。各ゾーンにはトイレや自動販売機が設置されており、園路も整備されているため、休日などに気軽に訪れることができる。集計庭園は東三河地域の自然や歴史、文化を紹介するゾーンである。三河湾をかたどった池があるほか、水路で 豊川を表現している。池には竹島をイメージした島があり、陸とは通路でつながっている。島にはベンチが設置されている。東三河地域の植物をビオトープで紹介している。2007年4月現在、公園の東端に位置する施設である。ここは東海道の宿場町をテーマにした施設で、遊具や大きな滑り台などがあり、子供に人気のある場所である。 親子連れが多く、子供が遊具で遊んでいる間、母親などは親同士でおしゃべりしている、という光景がよく見られる。トイレ、自販機あり、集計庭園と展望つつじ園の中間にある山野草園。山野草や薬草などが多数植えられている。また、眼下には豊川市西部の景色が広がる。トイレあり、頂上付近にある広場、滑り台や、 アスレチックなどの遊具がある。トイレあり。園検山山頂にある広場で展望台が設置されている。また、展望台周辺には筒子がある。展望台からは、豊川市中心部や旧三戸町、豊橋市などの景色を眺めることができる。トイレ、自販機あり。管理棟には、公園の管理事務所や研修室、トイレ、自販機などがある。建物は、 宿場町にある家のようなデザインである。なお、この場所には、以前は、園軒産キャンプ場というものがあり、豊川市内の小学校の野外学習に利用されていた。現在は、愛知県設楽町にある、キララの里で行われている。ありがとうございます。